DNA 単独シーボのセファンの反応。 Y の順位予想通りやわ。このまま1年通してくれ。今年も中日に負けたチームから落ちていく。横浜優勝。セリーグの上3つはしばらく団子やろな。エスコバー言ってて草、終わりの始まりはね。横浜優勝でええよ。あんな試合して首位って珍事やろ。世界圧縮環境は盛り上がるわ。バウアーの動画おもろすぎるわ。 Y は横浜優勝、巨人 A クラスもあると主張し続けるぞ。ここからバウアー中さんと万全なオースティン投入や、優勝間違いない。丸、単独首位。マジでなんで今日勝てたのかわからんし、なんか首位になってるし。サンエラーダの日程試合してたのに単独首位なのか、少なくとも上4つは混戦になりそうやな。横浜投手力だけで勝ってる。セリーグ6球団ミナウンチアは、交流戦でパリーグにボコられて世界強行を競う。せはやっぱり横浜が最有力やな。パは全くわからんけど。世代部圧縮されてきたな。パは下2つは今シーズン終わったか。横浜こんだけ打ててないのに勝てるのはさすがの投手力やと思うわ。結局宮崎スタメン外れたのなんだったの？コメント探してもないんだけど。横浜は来週ヤクルトと中日か、ヤクルト戦トントンなら弾みつきそう。コミュニティに敵対の選手や使ってほしい選手、各球団の話など、プロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。